きましょう。取り付けて。はい、皆さんこんにちは。献立ご紹介です。主菜、ポークジンジャー。そして副菜で豆とツナの和サラダ。続いて、主菜、大根と鶏肉のオイスター煮。副菜で、きゅうりと桜えびのごま油かけ。主菜、鮭のレモンバターソテー。そして副菜、マッシュルームとベーコンの野菜スープです。主菜、豚、白菜蒸しのニラだれがけ。そして副菜、レンコンの梅肉ツナあえです。そして一口鶏胸ケチャソース。副菜がキャベツと人参のナムルです。では行ってみましょう。はい、じゃあまずは材料切っていきます。でまずね、ブロッコリーね、ブロッコリーはちょっと小房の一個一個ね、ばらしていきましょう。よいしょ。でね、ブロッコリー切るときはこのね、つぼみの方ではなく逆の方からいって裂く。そうするとあんま汚れないね。はい、続いてじゃがいも皮むきます。ピーラーで皮むいていって、芽はね、軽く取りましょう。こういうね、ちょっと大きいのはこれ、包丁の、この顎の部分、下の部分ね、ぐるぐるっと回して取ってあげてください。そしたらじゃがいも一口大に切っていきます。はい、今回ね、あまり大きいじゃがいもじゃないので6等分ぐらいかなにしました。皮をむいて切ったら水につけておきましょう。はい、続いて生姜です。生姜はね、皮をむいてすりおろしていきます。もしね、チューブあったらチューブでももちろん OK でございます。そしたらすりおろします。ガリガリと。はい、このまま一かけ分全部すりおろします。この繊維の部分ね、ちょっとこう食べるとね、舌にこう残っちゃったりするんで、大きい繊維だけ取り除きました。はい、じゃあ続きまして水菜です。水菜ね、下の部分だけ落としてあげて 3,4 センチに切っていきます。ザクザクと。そしたらね、野菜全部切り終わりました。そしたらお肉、塩コショウしていきましょう。味の仕上がりにだいぶ差が出ます。豚肉はちょっとね、独特な臭みもありますので、ちょっとだけお酒して匂いマスキングしておきましょう。はい、そしたらね、ポークジンジャーの調味料を事前に合わせていきましょう。醤油と砂糖、そしてみりんです。でね、先ほどすりおろした生姜、こちらも入れましょう。生姜のね、汁もね、そのまま入れてってください。そんで事前によく合わせておく。はい、そしたらね、調理します。添える野菜入れていきましょう。塩を少し入れました。じゃがいも入れます。で、後ほどブロッコリーを追いかけて入れていきます。じゃあお肉焼いていくんですが、まずね、焼く直前に粉振りましょう。で、全体にまぶしておく。熱したフライパンにバター加えます。バターで、火加減はね、強すぎるとバター焦げます。今僕は中火でやってます。じゃあお肉並べていきましょう。お肉ね、必ず広げて並べる。重ねてやるとね、食べた時の食感悪くなっちゃったりするんで、置いて必ず広げるね。はい、そしたら中火で少し両面しっかりね、入るまで入れていきます。ちょっと時間がね、ありますんで作っちゃいましょう。副菜ね、で調味料から入れていきます。お砂糖、酢、マヨネーズです。事前にね、よく混ぜる。そしたらそこにツナ、お豆でよく和えて、そこに先ほど切った水菜入れましょう。そしたら全体ね、よくなじむようにぐるっと下から混ぜてあげて、全体混ざったところで塩コショウで、もう一回全体和えて、はい、こちらで一品目完成。はい、そしたらね、お肉がね、焼き色がついてきました。これぐらいを目安に焼いてみてください。じゃがいも茹で始めて8分から10分ぐらい経ちました。で、追いかけでブロッコリー入れて、まあプラス2分ぐらい茹でたらブロッコリーもしっかり茹で上がって、じゃがいもも茹で上がるんじゃないかなと思います。はい、そしたらね、お肉がね、両面ある程度火が入りました。そしたら調味料を加えて、
あとは全体ソース絡めて完成です。そしたらお肉ね、盛り付けていきましょう。先ほど茹でたじゃがいもとブロッコリー横に添えてます。はい、こちらで1品目完成。はい、じゃあ続いて2品目です。こちらで副菜も完成でした。はい、じゃあまず材料から切っていきたいと思います。まず大根から切っていきたいと思います。皮を剥きましょう。食べやすいサイズに切っていきます。乱切りにしていきます。そしたら皮を剥いた生姜は千切りにしていきます。きゅうりは斜め細切りにしましょう。そしたらまず半分にしてあげて、あとはこのまま斜めに細く切っていきます。そしたら鶏肉下味します。塩コショウ、OK です。でよく揉み込んでおきましょう。そしたら大根さっと水を足してあげて、600ワットで3分加熱していきます。きゅうりにね、塩振っておきましょう。はい、じゃあまずね、鶏肉焼いていきましょう。皮目から焼いていきます。はい、そしたらね、ひっくり返します。あ、いい焼き色、こんがり。このままね、反対の面も焼いていきます。両面しっかりよく焼き色つきました。取り出します。でね、この後ね、大根加熱していきますよ。そこに生姜入れます。香り出していきましょう。はい、そしたら大根入れていきます。大根ね、結構ね、汁気が含んでると思います。なので入れないようにね、気をつけてください。もしね、より丁寧にやるんだったらペーパーとかでしっかり水気を取ってから入れた方がいいかと思いました。で、大根全体的によく炒めていきましょう。そしたら調味料と水入れていきます。お水、はい、醤油とオイスターソース、はい、お酒と鶏ガラスープ。はい、そしたら大根入れて、ここから5分煮ていきたいと思います。火加減は中火ぐらいで、5分経ったら鶏肉を加えて、汁気をね、調整しながら大体5分ほど追加で煮ていきます。そしたらその間に副菜仕上げたいと思います。きゅうりね、水分出てます。塩振ったからね。こんな感じできゅうりのね、水分が取れました。桜えびと生姜、そこに醤油加えます。副菜にね、この後熱したごま油かけます。それのごま油温めていきましょう。大さじ2です。フライパンで熱します。5分経ちました。鶏肉戻します。ごま油、熱したごま油でちょっとね、湯気が出るぐらいまで温まりました。そしたらジュッと加えて、あとは全体を加える。よし、お皿に盛り付けて完成です。はい、そしたらね、ちょうど5分経っていい感じにね、ソースも煮詰まりました。はい、こちらで完成です。はい、そしたらじゃあまず材料から切っていきたいと思います。はい、そしたら鮭一口サイズに切ります。一切れのサイズだと3つぐらいにね、分けてあげると食べやすいのかなと思います。下味した鮭を袋に入れて、日本酒、お酒、清酒で漬け込んでいきます。はい、じゃあ野菜から切っていくんですが、今回鮭ね、ちょっと漬け込む時間があります。なので先にレモン切って、この中にレモンを絞り入れます。ぐっとね、そしてオリーブオイル、
これでちょっとつけておきましょう。はい、レモンを薄切りにします。はい、そしてエリンギはね、長さ半分にして薄切りにしていきます。ブロッコリー小房に切っていきます。はい、はい、続いてマッシュルーム軸取りましょう。そして半分に切っていきます。はい、そしたらマッシュルーム半分にしていきます。はい、軸もね美味しいのでね、半分にしておきましょう。一緒にスープに入れていきます。ニンニクは潰しましょう。よし、芽の部分ね取り除けるので除いておきましょう。ベーコンは1センチ幅に切っていきます。鍋にオリーブオイル、ニンニクを炒めていきます。はい、そしたらニンニク香り出てきました。そして取り除いちゃいましょう。でベーコンを加えて炒めていきます。はい、そしたらそこにマッシュルーム加えていきます。そしたらね、お水入れます。600コンソメ1個入れて、これはまあちょっと加熱していきます。そしたらね、スープ沸いたらブロッコリー入れて、フライパン熱してバター引いていきます。バターをゆっくりとかしてフライパン全体にしっかりとなじませましょう。で、馴染んだところでこれ鮭入れていきます。鮭はね、漬ける時間は15分でも漬けれればいいんですが、理想は30分ぐらい漬けれるとより美味しいかなと思います。はい、そしたらね、ひっくり返しましょう。うん、焼き色ついてるね。ひっくり返すときにね、身ができるだけ崩れないように優しく優しく取り扱ってください。そしたら寄せて、エリンギ入れましょう。薄切りにしたレモン、ね、入れていきましょう。はい。はい、そしたらスープね、しっかりブロッコリー火が入りました。そしたら塩コショウで味整えてあげて完成。はい、こちらで完成です。はい、じゃあ鮭も同じくエリンギの方にね、ちょっと塩とコショウでベースの味をつけてあげて、はい、こちらで完成。盛り付けていきましょう。先にエリンギ下にね敷いてあげて、この上に鮭、焼いたレモン上に添えて完成。はい、続いてスープです。スープはね、塩コショウで味整えたシンプルな仕立てになってます。もしね、少しピリッと辛みを足したかったら、ニンニク炒める時にね、鷹の爪をちょっとだけ加えてあげたりしてあげると、ちょっとだけピリッとしたスープにも仕上がります。今回はシンプルな仕立てのコンソメスープです。はい、2品完成です。はい、じゃあ材料から切っていきたいと思います。白菜を半分にします。はい、そしたらザクザクと食べやすいサイズに切っていきましょう。はい、はい、続いて水菜も食べやすいサイズに切っていきます。3センチぐらいかな。ザクザクと切っていきましょう。よし、こんな感じ。はい、そしたら続いてニラ切っていきます。ニラはね、これタレにしていくので小さく切っていきましょう。5ミリ幅ぐらいです。はい、続いてレンコンです。ピーラーで皮むいていきましょう。はい、そしたらレンコン輪切りにしていきます。梅干しは種を除いて叩いておきましょう。で、梅干し叩きます。はい、こんな感じです。はい、そしたら豚肉塩コショウで下味しましょう。
今回のね料理は割と味がシンプルだったりします。なので食材のね味で結構勝負するの重ね蒸しなので、塩コショウはしっかりしておきましょう。そしてお酒でこちらで下準備は OK。 そしたら沸いたお湯にレンコン入れて茹でていきます。でその時にお酢入れてください。お酢分量適量です。はい、このままレンコン茹でていきます。はい、そしたらニラダレ作りましょう。生姜入れて、ごま油とポン酢です。はい、事前によく混ぜておきましょう。はい、そしたらね、まずは先に野菜を下に敷きましょう。そして豚肉並べていきます。でね、重なってる豚肉とかはね、こう広げて置いてあげてください。そしたらまたそれも水菜もね一緒に重ねちゃってください。そしたらまた豚肉、はい、そしたらまた白菜、水菜、豚肉上に乗っけて、はい、このまま、はい、そしたらそこにね水 100ml 入れて、お酒加えて、蓋でこのまま蒸していきましょう。はい、その間に副菜仕上げていっちゃいましょう。ツナ、油ね、もし多かったらちょっと切ってあげてもいいと思います。で、そこに梅干しね、先ほど叩いたやつです。で、胡椒、まずここでよく和えましょう。そこに先ほど茹でたレンコン、これね、ザルにあげて水気切っています。全体がね、よくなじむように。はい、こんな感じで和えられたら1品目。はい、そしたらね、15分ほど、はい、じゃあ中、下も見てあげて、うん、いい感じ火入ってます。はい、そしたら盛り付けていきます。そしてぜひね、皆さんやったことなかったらやってみてね。これニラダレ美味しいんだよね。ぜひニラダレやってみてください。ちょっとしたね、蒸し物かけても美味しいです。餃子のね、あれにしても美味しいです。ぜひいろいろやってみてください。よし、こちらで完成。はい、続いて先ほどの副菜です。はい。うん、作りたてよりね、レンコンに味が馴染んでると思います。なのでね、先に仕上げてあげるといいかな。もしね、梅干しが味が好きな方は梅干しもう一個増やしてもいいかもね。ということで2品目完成。はい、じゃあまず材料から切っていきたいと思います。じゃがいも皮むいちゃいましょうか。で、芽はね取り除いておきましょう。そしたらペーパーで包んで濡らします。濡らしました。そしたらこちらラップして電子レンジでチンしていきましょう。はい、そしたら600ワットで5分ほど加熱していきます。はい、続いてピーマンです。ピーマンは一口大に切っていきます。中のね種を除きましょう。ピーマンを一口サイズに切っていきます。はい、ザクザクと。やけどに気をつけて半分、うん、ちゃんと火入ってるね。半分、さらにこれ半分、それをさらにね半分にしてくし切りにしていきましょう。はい、熱いの。はい、続いて食材いきます。人参ね、皮むきましょう。細切りにしていきます。はい、続いてキャベツです。キャベツ芯を除いてあげて、外側ね剥がして、ちょっとねこの芯の硬い部分ねここだけ除いちゃいましょう。包丁入れてザクッとやると取り除けます。キャベツも人参と同様に細く切っていきます。
ニンニクね、これカットしてます。食べやすいサイズにカットしてください。今回鶏胸使ってますが、鶏ももでももちろん OK です。ポリ袋に入れます。はい、はい、そしたらお酒入れます。はい、はい、よく揉み込みましょう。はい、そしたらね、片栗粉入れます。大さじ2ぐらいかな。入れました。そしたら全体をよく揉み込んでなじませましょう。よいしょ、ニンニク入れて調味料加えていきます。みりんとウスター、そしてケチャップで、この中で事前によく合わせておきましょう。耐熱ボウルに野菜入れました。キャベツと人参、先ほど切ったやつです。そのちょっとだけお水大さじ1加えてラップをしてチンしていきます。はい、そしたらフライパン熱したところに鶏肉焼いていきます。片面ね、しっかりまず色がつくまで焼いていきます。はい、そしたらどんどん取り出していきます。いい焼き色ついてますね。ひっくり返したところで残りの野菜たちも入れていきます。じゃがいも、そしてピーマン、はい、両面しっかり色がついて火入りましたよっていう感じでね。はい、こちらで完成。多分ね、めちゃめちゃ熱いですね。気をつけて、こういうトングとかねつけながら水分をある程度取ってあげましょう。そしたらちょっと具材を片方に寄せてあげて調味料入れていきます。ごま油、お砂糖が一つまみぐらいね。そしてお醤油小さじ1、そして鶏ガラ、そしてニンニク、よいしょ、で全体に塩と胡椒。下をまずよく混ぜてから、で野菜全体を混ぜ合わせましょう。はい、OK、こちらで一品完成です。このままね、熱いまま食べても美味しいですし、ちょっと冷やしてね、味よりなじませて食べても美味しいと思います。はい、じゃあ盛り付けましょう。ちょっと美味しそうだね。はい、盛り付けて、はい、一品目完成。キャベツと人参のナムル、こちらもね、はい、器に盛り付けて、よいしょ、完成です。いかがでしたでしょうか。皆さんのこんな手作りにね、ぜひ参考になれば嬉しいです。それじゃあまたね、バイバイ。